後方静岡勢です。今日も後攻めとなりました5番の夏目慎吾、初日は突っ張り先行で逃げて勝っています。追走2番の松永明則、初日ワンツーの2人、残り2周を切ってさあ動きが激しくなりまして、3番の土田も前に出ますが、やはり5番の夏目慎吾先行役旺盛か。しかし内から突っ張って3番の土田英二、後ろマーク陣4番の菅、少しピンチな展開、外から追い上げてきまして、残り1周半がぜんピッチが上がります。6番の山口茂北勢も3、4番で外並走となっていまして、3番の土田英二の後ろ取り合いとなって、5番の夏目慎吾が番手で粘る競争になりました。4番の菅が一発入れて最終周回、先頭は3番の土田英二、番手4番の菅和彦、茨城勢先頭2番手で5番の夏目がもう一度内からチャージをかけます。そして2番松永明則が6番の山口を阻もうとしていまして、6番山口が長い距離をもがいてまくるが、4番菅が止める。さあタフな競争から4番菅和彦先頭に変わって切り替えていく。1番阿部秀光が追ってきた。3番手5番の夏目慎吾がもう一度反撃を見せるが、さあ前2人、菅和彦、阿部秀光、菅和彦、ゴールイン。3着5番の夏目慎吾です。